ちらでございます。おう、たらん。仲の良かった後輩から手紙をもらい、家に帰って読んだらそれがラブレターで、その中に校門で待っていると書いてあり、死ぬ気で走って戻り返事をしました。笑う。最後笑うの。笑うじゃねえ。笑うな。照れてんでしょ。これがリア充の余裕ねえ。リア充笑うんだよ。いやでも優しいよね、ちゃんと優しい。あのそうだね、走ってちゃんと言ってあげるって。ねえ、うん、え、返事どうしたんだろうね。あ、確かにどっちの返事なんだろう、ねうん、そうそうそう、ね、どっちなんだろうこれ。いやでもわざわざ戻るぐらいだからオッケーしたんじゃない。オッケーかー、うん、興味ない子だったらわざわざ戻んないと思うしね。え、またせっぱまたせっぱ。そうかあのメールとかでよくない、なんかごめんみたいな、うん、あの今手紙気づいたみたいな感じで。え、すごい。え、なんかこういう甘酸っぱい系か、うん、なんかこういうの見ててほっこりするよ ね、 うん、うちの学校、はい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 、なみや家族みたいとかこういうのマジなかったよね。おーそう、幼稚園とかもずっとそういう感じでどんどん、うんうんうん、同じだったからみんな。なるほどね、うん、まあなんかいいっすね、うん、なんかリア充っすね。いやでもなんかみんなありますか、うん、こういうなんかこういう感じの。あーうん、思い出っぽい系。でもなんか正直ちょっと別に嫉妬はしてないんですけどまあでも確かルシア様なんか告白するってよりはなんか結構妹で甘えてってくれる印象が強いから、もうなんか守ってあげたいってなりそう、告白するより。うん、そう、なんかどうやって守ってくれるんですか、チコ先生。いや、でもそれは、なんかあの、もうルシア様が好きそうなところに連れて行って、うんうん、もうめちゃめちゃ甘やかしてあげたい。今度それしてくれるということで。なるほど。ダメ、なんか元気を捉えた気がするな、今。あれ、おかしいな。なんやって、なんで嫌がってるんですか、チコ先生。いやいや、そんなことないですよ。嫌なルシコ。いや、いや、ちょっとルシア様、どこ連れていこうかなと思って、ちょっと、あの、考えてました、ちょっと。え、ちょっと、ネズミランド行きましょう、ネズミランド。あ、ガチ、行っちゃう？行こう行こう行こう。あ、じゃあ、みんなで行こう、みんなで行こう、みんなで行こう。行きましょう。いや、このメンバーで行っちゃうかー。この。え、みんなないんですか？なんか甘酸っぱいの？うん、甘酸っぱいの。甘酸っぱいの？うん、あ、ねねの、うん、こう女の子が圧倒的に多い。はい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 。ここで、うんうんうん、女の子同士のカップルがいたの。素晴らしい。それが認められてる環境で、うん、おなんかね、違うクラス同士だったんだけど、うんうん、最後あのバイバイってみんながやってる時にお姫様抱っこして迎えに来てた。うん、ガチ？女の子が女の子をお姫様抱っこして、いやもうそんな限定しちゃうじゃねえかマジで。すごいラブラブだったよ。いやいいね。すごい。いいね。すごい。いやみんな公認だったからね。うんうん、みんなが拍手して、うん、マジ舞踏会みたいになってた最後廊下が。いいめっちゃいいな。一部始終をカメラで収めておきたいそういうの。いやいいね。すごい手紙もらったらめっちゃ嬉しいよね。うん、欲しいなルシアも。多分そんなこと言ったらルシア様、辻のあのファンレターめっちゃ、うん、あの告白の手紙が届きますよ。みんな肛門で待ってるよ。みんな最後肛門で待ってる。そう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 。ルシア、待ってるぞっつって。え、じらしながら行くわ。じらしながら行くわ。47都道府県。じらしながら。全世界中かもしれん、もう。なかなかに。うん、いいね、甘酸っぱい。うん、ラズベリーのようだわ。うん、うん、いいよね。酸っぱいのしか、なんか気まずいのしかないな、私は。気まずい。気まずい。そう。なんだろう。なんか放課後に、そちらも全然関係ないんだけど、うん、放課後に、うん、空き教室がね、何個かあるんだけども、そこをね、通って、まあ、階段降りるみたいなとこあるんだけど、うん、そこを通ったら、うん、教室の中に、その部活の先輩がいて、うんはい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 。そうそう。で、その人が、彼氏さんかな？うん。と、キスをしてるとこを、わーって、そう、
そう、目は全然合ってなかった。もう向こう、もうあちらさん夢中だったから、もう、夢中に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 夢中だったからなんかそれを目撃しまくって自分の動きがスローになったよね。こう足音を言うことバレたらマジ邪魔しちゃいけねえってなるよな。そうそう、そのそばはねスタスタ歩いたんだけど、見かけた瞬間もはぁーってなってちょっとねしゃがみながらこう前の扉で気づいたから、後ろにもやっぱ扉あるじゃん教室だから、後ろの方でバレないようにちょっとしゃがみつつこう耳だけ出てそう。そう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 、耳でバレてるかもしれない。そう、耳の感じそこにあるみたいな。それ一回見ちゃったら今後その先輩に怒られてもハチューしてたくせにってなりますね。確かに。ほんとほんとそれもチュメーな。いやフラッシュバックしそうその映像が。あそう。いや今でも本当に思い出する、もうガチチューして夢中だったんですよ。夢中に夢中。ここでやんなよと思いながらもう青春してるなって思って。いや青春ですね。本当だよ、またよ。ねえ。気まずいなそれ。めっちゃ気まずかった。バレなかっただけまだ良かった。なんか逆に卒業式の日じゃなくて、なんか卒業式終わってからの、打ち上げみたいなところで、カップルになってた人、私多かったかもしれん。なかなかに。打ち上げでチューしてる人が多かったんですか？いや、そういうことか。やばいよ、それは。いや打ち上げでチューその打ち上げ終わってじゃあ送ってくよって言って行って、うん、なんかどんどんツインペアになってってみたいな、そこでなんかカップル誕生すること多かった気がする。え泣ける、うん、切ねえ、切ねえ、すごいいやシングルはシングル同士多分まとまってんだよすごいな、やっぱみんな座ってな学校って意識してるんだね、こう男女みたいな感じで。ねえ、すごい、ねえ、すごい。まあルシア様にはまだお早いお話かなと思うんですけど、大人のお兄さん今ね若い学校で、色気でもうあれよ、みんな近寄れないわルシアに。あ、色気で、色気で何で出てきちゃう、色気で。あな、何その顔は。あ、まあでもまあ、色系の服は今着てますもんね。いや、確かに、ねねさん、ねねさんね、ちょっとね、うん、見せつけてくれてるから、ね。まあ、ねね様はね、ちょっと。そこだけ見せるようにさ。うん。でも、ねえじゃない。あ、ごめんなさい、ねねさん怒ってるかもしれない。ねねさん、ごめんなさい。ねねさん、おっちゃんからごめんなさい。そう、そう、やっぱねえのは、ねねどう？あ、やばい、触れてしまった。あ、服はマシュマロのようで、マシュマロのルシア先輩クッキーみたいだね。ねえ、ないバレちゃうだろ、クッキーだったら。クッキーって誰がぺったんこや、ほんとに。あ、そうですね、姉さん、姉さんのね、それはあれですね。でも、どうしよう、なんか相性風船とかで、風船でしょ、それ。クッキープチッて、針でプシューって、しぼんちゃうんじゃないの、それ、どうせ。試してみる？いや、いいよ。まあルシア様はこれからの成長を楽しみにしてますもんね、なかなかに。そうなの、うん、そう、ジョコ先生、そうそうよね、うん、これから、うん、これから多分膨らんでくると、うん、予想はしてるのでね、ジョコ、うん、絶対とは言わないけど、いや予想はしてるんでね、うん、まあこれからは楽しみですよね。もう次行きましょう、次、次行こう次はこちらはちょっとハプニングですね。ハプニング、はい、ハプニング、タラーン、